Peggy 12.信じるその正義とやらに準ずるがいい。ファイアーエンブレムイフは白夜王国、暗夜王国の2つのタイトルで発売します。平和を愛する白夜王国と覇権を狙う暗夜王国という2つの国家間の争いを背景に、もしも自分が白夜王国についていたら、もしも自分が暗夜王国についていたらというように、主人公であるプレイヤーの皆さん自身がどちらの国に身を置いて戦うかを選んでいただけるようになっています。世界観や登場人物こそ共通していますが、ストーリーもそこで行われる戦いも全く異なります。白夜王国編は暗夜王国の侵略に仲間たちと力を合わせて立ち向かうという、これまでのシリーズ作に比較的近い雰囲気のストーリーが展開し、初めてファイアーエンブレムをプレイされる方にも遊びやすい内容になっています。また暗夜王国編は暴走する国を内側から変えていこうとするストーリー的にも難易度的にも手応えのあるものになっています。そんな、ファイアーエンブレムイフ白夜王国暗夜王国は6月25日発売予定です。どちらか一方をご購入いただくと、もう一方は追加コンテンツとしてご購入いただけます。さらに本編を遊んでいただいた方向けに、もしもどちらの国にも着かなかったらといういわば第三の道を本編発売後に大型追加コンテンツとしてご用意しています。また冒頭部分を遊んでからどちらのシナリオに進むかを選んでいただけるダウンロード版や、白夜王国暗夜王国の両方を収録し、さらに大型追加コンテンツや様々な特典をセットにした限定版の販売も予定しています。